久保さん買ってきました <laughs> まあどうしようもないやつですねどうしようもないやつです <laughs> でもねやっぱねあのやめようかなと思うわけですよねやめられない止まらないかっぱエせみたいな <laughs> でも久保さんが言う通りまあこれタバコ吸って血が出るとかタバコ吸って指が折れるとかなんかその 1>, 1回吸ったことによって禁断症状が出るんだったらやみやすいと思うんですけど、これが、ね、目に見えないんですよね。蓄積型で、全然その1回吸っただけじゃ大した別にな,なんないんですよね。だからここがまあ、から,からくりですよね。うん。でも僕もやっぱ40過ぎたし、まあ、20年後のことを考えると、じゃこれからあと20年、まあ今ね、ちょっと計算してみましょうか。まあ、今ねちょっと 数量が増えたんで、1日1箱ぐらいなんですよ。うん。1箱ぐらいですね。で、今、580円なんですよね。1箱、570円だったかな。まあ、580円か。580×30 で計算して、17,400円。1ヶ月、タバコ代。17,400円 ×12 ヶ月。20万円。 で、この1年で20万円ですから、この20年、60歳まで仮定すると、かける20ですね。そうすると、400万ですね。久保さん、400万ですね。あと20年吸い続けると、僕が。400万、まあ、多分五500万ぐらいなる、まあ、タバコ代も値上げ、この20年の間に絶対タバコ代値上げなるだろうし、こう結構なボリュームですね。400万。<laughs> 400万あったらなんかいろいろ旅行できますね。なんかあのね、1泊、1泊30万のね、1泊30万とか払ったら、結構なホテル泊まれますよね。だから1泊30万、1泊40万10回とまれますね、この20年で。タバコやめたら400万浮くわけですから、まあタバコ代が値上げされると想定して、それも買い続けたら500万ぐらいになるんで、まああれですよね。 一泊50万10回止まりますね20年の間に <laughs> いやでもこれ今計算しましたけど、まあ、これやめた方がいいっすね <laughs> 400500か車買えますね普通にレクサス買えますね <laughs> いやーあれっすね計算すると現実味湧きますね <laughs> でプラスここに あのばこが原因で病気になりましたっていうのでそれで治療費がここで加算されるとここにまたプラス1000万とかねなんかもろもろとか,かかってきたらすごい金ですね <laughs> 人生いろいろですねい <laughs> ってらっしゃい